今から始める資産運用。今回は資産運用の基本と心構えです。投資そして資産運用というとどうしてもリスクを無視できない、はい、そんな気持ちが拭えないところもあるんですけれども、はい、改めて資産運用の基本ってどんなことなんでしょうか。はい、長期運用、まあ、これもちろん人によるんですが長期運用 と、分散ですねと積み立てでございます。まず長期という部分ですね、複利でやはり運用していくとなりますと期間が長ければ長いほどですねその雪だるま式になる効果というのが非常に大きくなります。運用して得た利益を元本にプラスしない単利に比べて複利は運用益を元本にプラスして投資を続けるため雪だるまのように資産が増えていくというわけ。これがずっと長いことですね、何年も何十年も続けていく、しかも元本もどんどん増えていくとなりますとこの影響って非常に大きくなります。その複利効果が発揮されるのが長期の積み立て投資。世界経済は緩やかに上昇を続けている。そこにポイントがあるといいます。これ世界のですね GDP ですね、これって、まあ、この時はもちろん損ねてますがやはりしっかりと上昇していると。それに伴いまして株式も一時的にはへこんでおりますけれどもやはり乱高下ジグザグしながらですけれどもしっかりと似たような動きをして上がっているように、見て取れるかなと思います。で基本的には株式ってのはやはり企業がですね利益を出す、まあ、当然上がっていく傾向が強いと、もちろん絶対ではないんですけれども、その傾向が強いというふうに言えるんじゃないかなと思います。短期的なものに狼狽せず中長期でしっかり見ていくということが大事になるかなと思います。はい、そして分散というのがありましたがこれはどういうことなんですか。はい、はい、もう有名なですね GPIF 我々の年金ですね、年金の機構なんかはこんな形で、まあ、これ基本形でちょっとずつ変えたりはするんですけれどもこんな形で国内の債券、外国の債券、国内の株式、外国の株式といった形でですね、買ってるものを分散しているわけです。代別すると株式という商品と債券にも分散してますしその国も分散していると、こういったのも、ポピュラーな分散のやり方の一つかなというふうに考えます。分散投資は値動きの異なる複数の資産に投資をすることでリスクが軽くなる傾向があります。さらに投資先の地域を分散することでより安定的に世界経済の成長の利益を得ることが期待できます。大きなイメージとして手堅くいく債券側か、はい、少しリスクを取って頑張って大きく増やす株式側かっていうようなのを頭に置いて自分に合ったものを選ぶっていうことですね。はい、そうですね、それらのも全て考えて自分のポートフォリオを作っていくというのが一番大事になるんじゃないかと思います。わかりました、はい、小宮さんありがとうございました。ありがとうございます。